はい、76歳だね。周りのあれを通らないとダメなんだ、ね、おめでとう。じゃあちょっとこいつから食わせてみようか。7、7、ハサミで切った方がいい。取れる取れる取れる、取れました。ほら、あ、ここだ。はい、白飯取りました。いや、普通ベロベロ舐めんじゃない。上で食べさせたら下でと見えない。いや、でもあの上だと疲れない。どうだろう。匂いはしないのかな。メインの食べさせてあげなよ。そうだね、いいや、これは、うん、ちょっとずつ切ってあげれば。ちょっと、ナナお誕生日おめでとう。はい、ありがとう。ナナちゃん、あれ、そこにないからね。あんま油断してると見にくい家になっちゃう。どう切る？端っこの方がちょっとずつ切ってて。まだシャリシャリ言ってるね。シャリシャリ言ってるね。サザエさん、仲良し。サザエさん、いい。見ないのか、8番。ラーメンの丼。はい。みんなちゃん、食べれい。ちょっと斜めだからこっちの方がいいか。こっちからの方がよし、取りやすいんじゃない。大丈夫、何万何してんのか、こっちだと分かんない。早い、もうすぐ食べ終わっちゃう。ちょっと手がぶれんな。でも前よりやっぱ遅いね。前、秒殺でなくなったもん、ね。うん、小さいのあげた時なんてあっという間に一口で終わったよね、うん、パクッ。あったあった、一瞬で消えたよね、うん、あれどこ行ったみたいな。おばあちゃんだね。何も嬉しそうに食べてるからいいじゃない。うん、人参が。人参嫌いなのか。人参食べてないの。